さあ前半戦は1対5という圧倒的優位に立っているセルロイド対する神の剣、おや、1人、あちょっとロードが遅かったが出遅れたか、フリーズタイムがないですね。ゲーミングはなんと A サイトアサルト3で押す形ですか。開幕だけですね、V数下がっていきます。対するセルロイドは結構引き配置ですね、攻めながらもちょっとこう無理をしないと。ユナイテッド選手がかなり前出てますね。ユナイテッド選手ですか。ユナイテッド選手が先行かなりしてますね。あ、ここですか。このラインまで取って一人でちょっと敵の策敵係ですね、石膏みたいな役割をやってるんでしょうか。さあここで看板と橋をうまくしながらインサイトを抑えに行く。看板側から入ってブリッジからしっかりとカバーですね。さあこれは天井設置、これは外から解除する敵を撃つことができる設置です。さあこれは難しいぞ。さあ急いで向かいたいところ、螺旋階段4人という神奈ゲーミング。さあこのラウンドしかしもう落とせないので、正直もうここ勝負ラウンドですね。さあこれまとまって攻めていく神奈ゲーミング、グレネード投げながら一気にクリアリング。お、なんと神奈選手が自殺。あー、五輪銃。はい、さあこれで引き分け確定に持っていったセルロイド。もう神奈ゲーミングはもうなんか割とうつやなムードが流れておりますけども、まだ頑張ってほしいところ。さあ依然セルロイドはまあいくら勝ちが進もうと無理をしない、うん、しっかりとした攻撃ですが、リズムハルスが先ほどから前に出てたユナイテッド選手を倒しました。これは大きいですね。割とこれ裏取りができている感じですね。ゼロ秒までしっかり取れてきました。さあこれで端からリズムアサルト選手が B ロングのクリアリングをしに行く。さあ神投げが敵を発見、しかし当てずに下がっていく。神投げとナスティ選手が打ち合いで、さあこれ T レース、なんと詰めて神投げ選手が1人倒します。ジュイック選手がスナイパーライフルで金子選手を倒し返し、ジュイック選手とクリケット選手がそれぞれ対応する感じですね、セルロイドは。今回の神投げ、何でしょうか、かなり詰めてますよね、いろいろと。対応もちょっとセルロイドの方ができてないですよね、現状。はい、ここまで取ってますからね。サオリベス選手を倒し、クリケット選手が残る形、ボムサイトを取れても設置はいけないかって形ですね。オリベア選手がしっかりと抑えてる。見えてた。いいところに位置取ってたな。さあ、なんとか首の皮一枚つなげたんでしょうかね、神谷ゲーミング。2対6ですね。2対6です。さあ、もう神谷ゲーミングは一切落とすことができない状況が続いてるんで。うん、さあ、スナイパーライフル、依然同じ形を取るセルロイド。さあ、神谷ゲーミングはファーストと同じですね、この。はいはい、ラッシュ対策というやつですね。ジョビアをフラッシュを焚きながらしっかりと取りに行きました。クリアリングをしながらしっかりと、しかし階段から敵を登らせていった。ブリッジ下がっていきます。この隙にビーサイト行かれるとブリッジ選手が強いですからね。旅で進みますが、オブリビア選手は逆に抑える。いや、これいい抑止力。さあここで、さあ看板に敵がいるぞ。金子選手はそれを対策しに行くが、ここでファミリア選手がリズム選手をヘッドショット。神谷選手がファミリア選手を倒し、これはゼロ秒を抑える形が依然続きます。さあ対するセルロイドはユナイテッド選手、クリケット選手ですね。さあセンターの階段からしっかりと顔を覗かせて一人。いや、これは攻めあぐねちゃうぞ。ユナイテッド選手は下がっています。2オン4というかなりまた神谷ゲーミング有利な展開ですね。さあクリアリングは丁寧に詰められている以上はね、どんなところまでもしっかりと見ていかないといけない状況。さあユナイテッド選手が先行してどう、あとラスティ選手が別のところで倒せてしまう。これで1オン4上がったら左側にミンコ選手。さあ神谷ゲーミングは流れを取ってきたか、ブルーの方が強いじゃん。3対6です。3対6です。さあ、セルロイドは先ほどから同じ形を作るのに対し、神谷ゲーミングが対応力を見せていきますね、先ほどから。また同じように、しかしグレーニング食らいましたね、今。
さあ、いい加減、しかし、セルロイドラもね、出したいところをしているユナイテッド選手が、おっと、しかし、ボール回しを。なんとか下がっていくユナイテッド選手。B サイがやばいかも。B サイですか？ B サイ、ああ、通っちゃうんだ。ああ、なるほど。ウィケツ選手がこれは B ロングから一気にシティベース、まあ、ブルーチーム側のリスポーン位置に裏を取りに行きましたけれども、なんだ、まあ、これはテロピアを取り返す形ですね。数で取り返す、取られてからしっかり取り返す形でセルロイドが取って決めました。ここで試合の方が決まりましたね。はい、3対7、佐藤拓子